栃木県の住宅会社大光ホームの小口です。本日のルームツアーはこちらになります。 2LDK 27坪のお宅になりまして、1階部分が16坪、2階部分が11坪のとてもコンパクトなお家になります。こだわりがすごい詰まった大変素敵なお家になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、こちらに外水道がございます。外水道の位置って結構重要なポイントがあって、ここは駐車場がそちらにあって、そちらで畑をするということで、ちょうどその中心点にあります。で、これ栃木県すごい寒い地域なので、この水抜きですね、これがないとこの部分が凍結してしまって、もう1年でね、もうダメになってしまう。これ結構重要です。絶対つけた方がいいポイントですね、栃木県ではね。でちょっと真鍮製の蛇口を使って、うん、可愛らしいですね。はい、はい、ここホースも取り付けられるようになっておりますので、すごく使い勝手がいいですね。アダプターになっていて、はいはい、で外にコンセントもあって、ここから掃除機を使って車の中の掃除をしたりとか、そういったこともできるような設定になっております。で、こちらの外壁ですね、日波さんのヒュージェという外壁を使用させていただいておりまして、一般的な外壁よりは少しお値段は高いんですけど、メンテナンスがねすごい楽になります。ランニングコストがすごい抑えられた素晴らしい外壁になっていて、ネジがどこかにあるんですけど、これかここにネジがあって、一般的なものだとシーリング材、ちょっと隙間を空けてシーリング材をここに流し込んでいくんですけど、それがないんですよね。その部分が劣化がしないので、将来的にもこの部分がランニングコストがかからないっていうお宅になってます。壁の、ね、塗り替えとかそういったところで何十万とか100万とかっていうお話も聞きますので、その辺がメンテナンスが少ないと随分将来のお金が出ていくのが少なくて済むと思います。はい、では玄関行きましょう。こちらの玄関ドアなんですが、断熱性の高い YKK のベナート D30 というものですね。鍵をポケットに入れたまま開け閉めができますので、まあ、荷物を持ってきたりとか、あとお子様を抱っこしたままでも鍵を取り出すことなく自動的に開くというものになっております。とても便利ですね。それでは中に入ってみましょう。こちらは玄関ですね。とてもコンパクトになっておりますけれども、収納がたくさんついております。こちらには上着なども入るような、背の高い収納ですね。でこちらは靴などが入る収納がたっぷりついております。ちょっと上に上がっておりますので、この下にも背の高いような靴を収納することもできます。でこちらですね、タイルを貼っておりますけれども、これはサンゴでできたタイルです。当社で一番人気のものなんですけれども、よく見るとちょっとサンゴなので貝殻とか、よく使いますねこれね。はい、ちょっと入ってるんですけれど、なんで使うかのポイント、やっぱりさ貝殻が入ってるあと凹凸感がすごい出てて、上から間接照明が当たってるんですけど、タイルを貼ったなっていう照明当てることによって ね、この凹凸感がよりこう強調される。おそらくそちらから今見ていただいてますけど、わってなりませんか、綺麗だなっていう感じになると思うので、こちらねお花とか額なども飾っていけるような飾り棚にも使いますね。それでは中に入ってみましょう。はい、はい、LDK に行ってみたいと思います。こちらの扉が引き戸っていう形になってまして、上で吊ってるんですよね。で下にレールがないっていう形になってまして、これって結構お掃除とか、はい、掃除がすごく楽ですね。あとはやっぱりちょっとのこう段差でも年配になってくると引っかかって転んだりもしますので、おっとって感じですよね。はい、レールがないっていうのはすごく便利だと思います、うん、そうですよね。あとまあデメリットもあるんですよね、引き戸にしては。メリットのがやっぱり引き戸は大きくてコンパクトにできるんですよ。この
お家結構小さいお家になるんですけど、これがドアだったらこっちに開けなくちゃいけないってなると、この部分に物が置けなくなる可能性がありますよね。これだとただこっちに引き込まれるっていうだけなので、すごいコンパクトなお家にうってつけのドアになっております。でもデメリットはありますよね。そうですね、やっぱりあの隙間がどうしても空いてしまいますので、風の流れがこうできてしまうのと、音漏れなどもしてしまうとは思うんですけれど、こちらのお家はあの先ほどご説明したように玄関ドアなども断熱性能が高いので、あの外からそもそも冷たい空気が入ってきにくい、断熱性能が高いので、こういった引き戸でもそのデメリットも解消できるということになっております。ここから LDK のご紹介になります。こちらの LDK ちょっと狭めです。14畳のタイプになっております。キッチンが4畳、この LD、まあ LD って言っていいのかな、リビングの部分が10畳になります。ただ10畳といっても、見てください、勾配天井にしてちょっと間接照明をつけてあげてるんですよね。で、木をあしらってあげると10畳の中でちょっと広い感覚になりませんか。で、外側には大きい窓をつけてあげて、なんて言うんだろう、空間の広がりが出るような形ですよね。で、毎回ご説明しているかもしれないですけど、南側に窓を設けてあげて、北側に窓を設けてあげているので風が抜けるんですよね。そういった配慮もするようにしております。こちらキッチンになります。まずこちらが冷蔵庫を置くスペースですね。天井がちょっと斜めになっていますが、こちら階段の下になっています。私身長175センチありまして、20センチ今日空いてるかな、2メートルぐらいここまであります、はい、冷蔵庫奥には十分ですね。でここであの冷蔵庫に物を取りに来たりするんですけれども、あのこちらリモコンニッチですね。リモコンをあの壁から出ないようにへこませることによって、またへこんでますねそうですね、あのおよそ3センチへこませるとちょうど壁の中に収まるんです、はい、この3センチっていうのはポイントで、あの器具がだいたい3センチ以内なんです。そうするとここを3センチにしてあげるとボコッと出ない、邪魔にならない。そうですね、はい、なので冷蔵庫の行き来も邪魔にぶつかることなく外がスッキリとしますね、はい、でこちらがキッチンになります。一般的なサイズよりも少し短めで2100という長さのキッチンになっております。天板はステンレスですね。こちらクリナップの製品になっております。お料理が好きということで、こちらガスを使用しております。あのガスを使用すると建築基準法の方でいろいろ制限があるんですけれども、上の方を見ていただくと下がり壁ですね、壁がちょっと下がっているんですが、これでこう火が出た時にも遮ることができるような役目を果たしております。でこちらの油跳ねや水羽に対処できるように、こちらキッチンパネルですね、とてもお掃除しやすくこうツルツルしておりますね。でこちらはタイルを貼っております。ちょっと拭けばね、こびりつくことなく本当にお掃除はとても楽になっております。で後ろ側を見てみますと収納ですね、こちらもクリーンアップの収納になっておりますね。でこの下にはゴミ箱などもすっぽり収まるようになっておりますので、使い勝手がとても良いですね。くるっと振り向けば物を取ったりっていうことができます。でここにちょっと大きめの棚があるんですが、こちらにもトースター、下にもこうオーブンなども置けるようにしっかりした棚を装作させていただきました。で熱にも耐えられるように、こちらは本物の石ですねを貼っております。なんかクロスみたいだね。そうですね、ちょっとデザイン的 色のせいなのかクロスのように見えますけれども、うん、本物のレンガ調ですね、これ石になっておりますので熱に強いの。あとそれそれそれ、あのコンセントの上にある、はい、そうですね。でここにもあの家電を置くっていうことで
下にコンセントを挿してここの穴から線を出して、でこう線が手前にこう出てごちゃごちゃしないようにですね、穴を開けております。そういった細かい工夫も注文住宅ならではのですね、今回釣り度高いですよね。はい、で釣り度も設けておりますけれども、今回はちょっと高めです。先ほど申し上げましたように、こちらコンパクトなお家ですので、普段使わないものもやはり収納する場所っていうのは必要ですから、こちらには普段使わない土鍋ですとか食器ですねを収納していただくような使い方になっております。あとはね、こちら窓もありますので、それもあって釣り度もよく高く設定しておりますね。では次に和室に行きたいと思います。こちらですね、こちらが2枚の引き戸になっていて、ここはねレール入ってしまってるんです。2枚引き戸って言って、このレールがないとブラブラしちゃう、ここはちょっとしょうがない部分があってレールが入っております。でこちらが8畳の和室になっておりまして、リビングが14畳、LDK が14畳あって、こちらが8畳なので、合わせて22畳の、まあ、一般的な LDK のサイズになるので、ここのドアさえ開けていただければ、結構開放的な LDK になるんではないのかなと思います。で、天井、和室っていうこともあって、木でじゃなくてクロスですね。はい、こちらはクロスですね。はい。で、ここに木があって、そこに照明器具があって、でこちら神棚になっていて、でそちらに仏壇の置くスペースがあります。でその下もちゃんと収納があってですね、でこちらも収納になっております。こんな収納があってという形ですね。で8畳なんですけど、琉球畳のような畳を引かせていただいて9枚ですねあって、その周りには板の間があります。これなんで板があるか、物とか置きたいですよね、ここにね。置いた時に畳の上だとちょっと不安定になっちゃうので、ここはあえて板にして、あとはデザイン的にもちょっとかっこいいかな、そうですねっていうのもありますよね、はい、であともう一つ秘密があります。ここの畳をパカッて開けると床下収納がバーンと8畳分広がっております。では洗面行ってみましょう。はい、こちらの扉を開けると洗面スペースになります。はい、でこちら三和カンパニーさんの、洗面ボール、それから水洗、これとっても可愛い水洗なんですが、こちらエッセンスという会社の水洗になっております。ここホースもちょっと伸びるようになっておりますね。から鏡も収納がついております。でこちらホールにある洗面台ということなので、脱衣所からは出ているんですが、出ていることによっていろんな使い方ができます。脱衣所用に入らなくてもお客様に使っていただくこともできますし、こちらトイレなんですが、トイレがタンクレスですので、トイレの手洗いとしても出てきて使えるっていう、こういろんな使い方が真ん中にあることによって使えますね、うん、またトグルスイッチじゃないですかそれ。はい、そうです。でこちらスイッチなんですが、電気のスイッチはトグルスイッチ、ちょっとおしゃれな真鍮タイプになっております。どうだね、そう銅のタイプになっております、はいはい、こちらトイレですね、はいはい、でこちらがトイレですね。トイレも決して広くないスペースになっておりますが、タンクレスですっきりとしておりますね。ちゃんと窓もあります。でこちらちょっとへこませてニッチになっているんですが、トイレットペーパーなども置けますし、ちょっとした芳香剤ですねも十分置ける奥行きになっております。あとですね、ここ手すりとしても使えるんですね。ちょっとこう足腰が弱くなった時に押して立ち上がる、とても便利な使い方もできます。でこちらが脱衣室になります。
1畳ちょっとの脱衣室ですね。スペース的にはあまり広くないスペースになっておりますけれども、先ほどの洗面台が外に出ておりますので、本当に脱衣スペースというところで、現在お住まいになっている賃貸なんですが、その広さを基本にして、それで今の生活が十分ということですので、その大きさからこの部屋を作りました。狭いといっても、こちら収納、とてもちょっと奥行きがある階段下になってるんですが、この収納がありますので、ストック品なども十分入りますし、こちらですね、こちらも収納ですね。それから上着やタオルなどもここにかけられるようなパイプもあります。でこちらがですね、洗濯機がもう壁の中に収まるような作りになっておりますね。なのでこう脱衣スペースとしては十分な広さになっているのかなと思います。大人だけということですので、はい、でこちらがお風呂になっております。TOTO のサザナというお風呂ですね。当社でも一番人気になっておりますけれども、床が畳のような柔らかさがありまして、ひんやりしません。大きさ的には一坪タイプということで標準的な大きさなんですが、浴槽もどっぷりと浸かれるような深いタイプになっております。からお掃除も随分しやすくなっておりますね。手すりなども設けておりますので、年を重ねていっても使いやすい、安全に使えるお風呂になっております。はい、それではお2階に行っていきたいと思います。お2階に行く前にこちらにドアがあります。こちらを開けると先ほどの LDK があって、それをこちらから回ってくると和室があって、また洗面所に戻って先ほどの空間に戻る、ぐるぐる回れるような形になっております。和室なのでそこ個室として使っちゃえば途切れてはしまうんですけど、こういった使い方もできるので、はい、それでは2階へ上がってみましょう。あ、いいですね、吹き抜け空間みたいな。こちら手すり、アイアン製の手すりになっております。楽ですよね、やっぱね、手すりがあるとね。でこちらの手すりもアイアン製になっているので空間が抜けてます。なので広がりがあるというか、で風も抜けるし、ね、光も抜けるし、とてもいいと思います。ただここにネットをしてあげないとちょっとお子様がいると危ないかなっていうのもありますし、大人2人で住むっていうんだけど全然問題ないとは思いますが、そういったことも考えてあげないといけないかなと思います。でこちらがトイレになっております。こちらね、結構いいでしょ、この壁紙で。棚も結構充実してまして、ここら辺ストック収納ができたり、ちょっとなんか花瓶を拭いてお花でも飾ってあげてもいいかな。でそこにもやっぱりニッチがあって、ちょっと手すり代わりにできたり、そんな形になっております。でお隣ですね、こちら側に収納があります。ここはね、ご主人の趣味の道具がいろいろ入ってるスペースになります。それでは寝室です。寝室の広さがですね 13.5 畳ありまして、1階で見ていただいた LDK の14畳のサイズとほぼ大きさ的には一緒ですね。広いですね。広いですよ ね。一般的に寝室って言ったら6畳から8畳、はい、大きくて10畳ぐらいかなっていうイメージですけど、 13.5 畳、いろいろ余ったスペースを活用してっていう形になっております、はい、で余ったスペース、はい、こちらですね。そちら収納の隣にこのスペースがあって、こちらはね、ここにカウンターをつけて、ご主人がね、ここで趣味の釣りですよね、釣りの細工とかいろいろできたり、ちょっと本を置いたりしても、ここの空間って結構いいですよね。そうですね、窓からの光も入ってきますし、はい、机と椅子を置いても十分なスペースになっておりますね、寝室なんですけど、ちょっとなんか広く感じません？はい、広いですね、はい、勾配天井になってるんですよ、またはい、ね、大きな梁も出ております、はい、はい、
木がね、これバーンと出てて、この色関係ですよね、結構いいね。白い壁に、はい、あのこの木の色があって、この緑があって、はい、この床の色。グリーンの壁が素敵ですね、うん、そして窓も上げ下げ窓になっておりますので、この空間がとてもいいよね。でベッドがここに設置される予定になっていて、まあ、ダブル2つ置いても十分なんですね。ダブル2つ置いたとしても、はい、ダブルがこのぐらいでしょもう1つここ置いてもここ余裕できるんですよね、はい、そうするとここに椅子とテーブルを置いてちょっとくつろいで、まあ、セカンドリビング的な意味合いを持たせてもいいのかなっていうのは、そうですね、こちらでご夫婦であのゆっくり、かなりソーシャルディスタンスはい、でこちらの照明結構特徴的だよね。はい、あの当社でも何件もつけてるんですが、下に来るともう消えちゃうんだよね、はい、で上に来ると上も消えちゃって、はい、あのベッドの上につけるにはとてもね、寝てるとこれだったら、はい、眩しくないので、はい、こうなると眩しいけど、こうなると眩しくないですよね、はいはい、でここにやっぱりまたスイッチがあって、はい、あの枕元で寝ながら消せるっていう、まあ、リモコンっていうのもあるんですけど、はい、まあ、いろいろそこら辺にダクトレールとかいろんなものがあるので、こちらでお入り切りできるといいかなっていうのはあります、はい、であとはまあ寝室なので収納が、はい、たっぷりの収納がついております。小物なども置けるように、棚も設けてますね。あとは上着だとか、ね、私入ってもね、衣装ケースなども置けますね。十分な大きさになっております、はい、でこれだけじゃないんですよね。はい、もう一箇所こちらにありますね。こちらおよそ3畳のウォークインクローゼット、棚がたくさんありますね。たくさんあるよね、これね。はい、お夫婦2人分と思うと随分、うん、ね、ここに衣装ケース並べたらもう、はい、かなりの収納力、はい、でここにも空間があるのでちょっとしたものはこっちに置けるしね。そうですね、うん、あとはちょっとこもったりすることもできるんじゃないですかね書斎、はい、にもなったりしますね、はいはい、そうですね、はい、いかがだったでしょうか。お家作りを検討されている方のちょっとした気づきになればとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。